あんたたち、何をする気なの？言った通り開門を抜けるのさ。手伝わない奴にはこれ以上言えないね。できるの？副長ならやってくれる。随分信頼してるんだな。あいつは精霊だろ？そんなの関係ない。副長は、うちの船長が認めた男なんだ。あんたたちなら、海峡を避けて航海できるでしょ。今は無理だ。前の襲撃で、仲間と羅針盤をやられちまったからな。羅針盤？何より俺たちは海賊だ。行く手を塞がれたからって引き下がれるかよ。それが海賊か。無念じゃが、わしには航海も戦いも手伝えん。見守ることしかしたくないんじゃ。でしょうね。ダイル、ボーティガンの開門ってのはそれほどのものなのか？警備艦隊付きの大要塞だ。何よりでっけえ門がついててな。あれを閉じられたら戦艦だって突破は無理だ。海峡を避けて王都へ行く航路は？あるにはあるが、外洋を大回りすることになる。無理に進んでも遭難するだけだ。利害は一致してる。海賊たちと手を組むしかなさそうね。まあな、進むも破滅、引くのも無理なら抜け道にかけるしかあるまいって。手伝う気ないくせに。当然の。あの精霊はただものじゃない。まだ力を隠している気がするが。坊も同じ精霊じゃろ。何かわからんか？思惑があるのはお互い様よ。とにかくあいつを追う。言っても無駄だろうが、アイフリード海賊団には関わらない方がいいぜ。アイフリードって言えば、どんな船乗りもビビる最強最悪の海賊だ。ゴーマのくせに情けないこと言うわね。ゴーマだって怖いもんは怖い。アイフリードってやつはそんなに強いのか？そりゃもう傍若無人の喧嘩して人間なのに鬼のように強えって噂だ。仲間も命知らずの暴れん坊揃いでな。事実王国海軍を何度も返り討ちにしている。それに奴らのバンエルティアンを異大陸まで航海したっていう伝説の船なんだぜ。おう、なかなか骨のある奴らみたいだな。それにしてもやたら詳しいわね。まあな。アイフリード海賊団の自由奔放さは海の男の憧れでもあるっつうか、なんつうか。ふーん。別にいいだろう。憧れにゴーマも人間もトカゲも関係ねえし。
油断は禁物だぞ。イエンレイクルグとの小屋、そこだ。食らい尽くす。そこに行く。ラストストライク。呪い効果剣。イエンレイクル察しまく。はっはっぜっ目の方。そこよ。呪いスライク。イエンレイクル生きれるか。見切れるか。ディエンレイキャク。そこよ。見切れるか。空砲敵攻撃。見切れるか。セイヤ。そこよ。ふん。セイヤ。ふん見て。セイ。ディエンレイキャク。捕らえられない。セイヤ。見切れるか。ディエンレイキャク。見切れるか。ずいぶん変わった立ち筋ね。ここいらじゃマイナーなもんでな。海賊を信じる気になったか。まさか。けど要塞を抜けた後、王都まで船と船員を貸してくれるなら協力してもいい。いいだろう。な、こっちも一つ言っておくことがある。俺は周囲に不幸をもたらす死神の呪いにかかっている。千回振っても裏しか出ないほどの悪運だ。要塞を抜けようとした時も五人犠牲が出た。同行すれば何が起こるかわからんぞ。なぜそんな不利な情報を教えるの。ゴーマも理不尽に死にたくはないだろう。知った上で来るなら自己責任ということだ。どうでもいいわ。裏なら自力で表にひっくり返すだけよ。名は？ベルベット。これは2号。俺は六郎。よろしくな。アイゼンだ。要塞を攻略する策があるんでしょ。聞かせて。結論から言えば、ボーティガンの守備は鉄壁だ。海から攻めても陸から攻めても落とせない。おいおい。いや、なら同時に攻めれば。ふん、そうだ。まずバンエルティア号で攻撃をかけ、
警備艦隊を海峡から引きずり出す。その隙に俺たちは要塞に侵入し開門を開く。バンエルティア号は艦隊を振り切って海峡に再突入。俺たちを拾って駆け抜ける。一つ間違えれば全滅だな。けど間違えなければ勝ち目はある。死神同伴でか。作戦はもう始まっている。行くぞ。要塞の入り口は洞窟を抜けた先だ。携帯用の着火剤がある。これで燃やせ。こんなところで火を使って平気？普通は平気じゃない。だが俺たちはゴーマと精霊だ。ああ普通じゃなかったわね。先に行くわよ。俺か。行くわよ。ディエンデイカス、そこだ。食らいつくぜ。逃しはしない。サンダーブリング。ディエンデイカス、そこよ。次本気になるまでもなかったな。
少年、ずいぶんおとなしいな。具合でも悪いんじゃないのか。もともとこうよ、2号は。やめろよ、2号なんてかわいそうだろ。あんたの名前の意味は。兄弟の6番目で六郎だが。それと同じよ。同じじゃないだろ。大丈夫か少年。なんで声を上げないの。気づくのが遅れてたら死んでたわよ。命令だから口を聞くなって。あれは違う。あんたはなんでそんな。落ち着けベルベット。お前大麻師に刺激されていたのか。やはりそうか。こいつは意志を封じられているんだ。本来精霊は人間と同じ心を持つ存在だ。だが大麻師どもは強制的に精霊の意志を封じ込めている。道具として使うためにな。ずっとこのままなの。わからん。大麻師の配下から脱した精霊は初めて見た。少年、困ったことがあったら言っていいんだぞ。困ったこと。大麻師が精霊の意志を封じてるって言ってたよな。ああ、本来は人間同様それぞれが自我を持つ存在としてずっとこの地で生きてきた。俺たちの存在を知覚できるのは大麻師のように霊能力が強い一部の人間だけだったが。あの降臨の日で変わったんだな。精霊は波の人間たちにも見えるようになり、意志を奪われ命令通りに動く道具にされた。ゴーマに対抗する術を得たと人間どもは喜び、アルトリウスの奇跡だと称えたが、精霊は物じゃない。精霊は物じゃない。物よ。ん？アルトリウスにとっては精霊もゴーマも人間もみんな五体操な断りを実現するための道具でしかない。物にしか見えないのよ。弟すら。亀のゴーマ。いいえ、ゴーマじゃないっすよ。オイラはホワイトカメニーっす。驚かせてしまって恐縮っす。ゴーマじゃないなら精霊か。いえ、カメニーはカメニーっす。もろもろのご不審はごもっともっすが、これ以上の追求はどうかご勘弁いただきたいっす。おう、これはご丁寧に。恐縮っす。カメニー一族はやり手の旅商人。俺たちのような裏稼業には何かと重宝する存在だ。行商人か。役に立ちそうね。はいっす。お客様の笑顔が第一。それがホワイト亀屋のモットーっす。ただ場所が場所だけにお値段は少々お高めになってしまうっすが。いやよ、負けて
まことに申し訳ないっすが、辺境の商売は何かと手間賃がかかりまして。それはそっちの都合でしょ。確かにそうっすが。素直に認めたわね。じゃあ通常価格で手を打ってあげるわ。感謝の印にお客様の笑顔ってやつをやっとくか。に恐縮っす。すごい値切り方だったな、ベルベット。当たり前の交渉よ。食い殺して品を奪うよりマシでしょ。お前、死神より恐ろしいな。仮面人。あんな変な奴がいるなんて世界は広いよな、少年。うん。ふん。あっちも俺たちを見て同じことを思ってるだろうさ。ふん。ゴーマと精霊と死神のご一行。か。でしょうね。私か。亀人ってなんだ？名前の通り亀人だ。だから何なんだ？亀人は亀人だ。行商が得意な種族だと考えればいい。ま、ウミガメみたいな甲羅を背負ってたし、名は体を表すってやつか。俺は6番目で六郎だしな。僕は2番目の使役精霊だから2号。それは名前じゃない、ただの称号だ。いい加減少年にも名前をつけてやらんとな。僕の名前は。
アイフリード海賊団の副長は妙な弦を担ぐのね。癖みたいなものだ。どうせ裏しか出ない。その金貨ってどこの国のものなんだ？表は女神、裏は死神なんてのは初めて見た。裏側は厳密には死神じゃない。これは魔王ダオスだ。なんかどっかで聞いたような名前だな。女神マーテルと魔王ダオス、ラグナロック第765章、ユグドラシル戦記より。ほう、よく知っているな。これは異国の古代遺跡から発掘されたカーラーン金貨と呼ばれる貨幣だ。柔らかい金でできているが、特殊な加工で硬度が高められていて傷がつきにくい。へえ、随分珍しいものなんだな。あんた本が好きなの？好き？テレサ様の部屋にたくさん本があって、僕はいつも本を読んでいた。ラグナロックは神話時代の戦記で何回も読んだ。それにしても、そんな珍しいコインどこで手に入れたの？話せば長くなるが。ならいい。ちなみにさっきはコインで何を決めたんだ？今話すようなことでもない。そうか、余計な詮索だったな。すまん。遅れたら置いていくから。刀の錆にしてやるぜ。逃がしはしない。サンダーブレード。呪い。そこだ。食らい尽くす。呪い。逃がしはしない。サンダーブレッド。そこだ。食らい尽くす。効果的。逃がしはしない。サンダーブリッツ邪魔よ。ディエンレイキャス。そこよ。そこだ。食らい尽くす。呪い。逃しはしない。サンダーブリッツ。ディエンレイキャス。そこよ。呪い。セイヤー。はっ。そこだ。食らい尽くす。そこよ。呪い。セイヤー。ディエンレイキャス。逃しはしない。サンダーブリッツ。ディエンレイキャス。そこよ。やれやれ。警備がいないな。押してみるか。待て、調べた状況と違う。結界が張られてるのか。警備を変えやがったな。なるほどね。さっきのサソリやこの結界が死神の不幸ってわけか。この程度で済めばいいんだがな。正面突破は難しいな。どう攻める？崖を降りた先に検察陣に使われた搬入口があるはずだ。そっちを探る。よく調べたわね。この程度は当然だ。地には警備がいるな。つまり結界はないってことね。行こうよ。ダメ、その人は。気をつけろ、そいつは。
いきなりゴーマになりやがった。どういう不運よ。だから言っただろ、隙だらけよ。ゼロインパクト、ディエンレイカス、ディエンレイカス、ディエンレイカス、捉えられない。ディエンレイカス交換に、封印しろ。ディエンレイカス捉えられない。ここだ、くらえつく。警備がゴーマ病にかかってるとはな。これも死神の力か。まあな。けど突っ込んでたら危なかった。止めてくれて助かったわ。俺じゃない、気づいたのはこいつだ。これからもしっかり警戒頼むわよ。死神が一緒なんだから。喋ってもいいってことだよ。警戒はしっかり。要塞中にゴーマがいるようだな。まさかアイゼン、お前がゴーマ病の原因じゃないだろうな。いや、偶然蔓延したところに俺たちが来たんだ。死神の道連れとはこういうことだ。悪く思うな。むしろ好都合ね。敵は組織的な対応ができなくなってる。こっちは少数だ。確かに乱戦の方が有利に立ち回れるな。アイゼン、開門を開くにはどうすればいいの？開閉装置は開門の上部にあるはずだ。それを起動して合図の呪しを上げる。了解。開門の上ね。その力、興味があるな。人に勧める気はないわ。おい、船が残ってるぞ。戦艦だ、まずいな。開門要塞か。海峡ごと鉄の門で塞いじまうなんて、清涼もとんでもないものを作りやがるな。少し前にはこんなの考えられなかったの。精霊を道具として使えば造作もないことだ。精霊はゴーマを切る刃にもなれば、鉄を鍛える金槌にもなるってわけだな。そうやって精霊や王国は自分たちの力の大きさを民衆に知らしめてる。逆らう、従えってね。胸クソ悪い話だ。胸クソ悪い、まったくだろ。
この扉から開門に出られるはずだが、鍵がかかっているようだな。壊すのは無理か。侵入者ども、わしの要塞をよくも。扉の鍵はどこ。わしは誇りあるミッドガンド騎士だ。傲慢なさに屈するものか。俺がこの世で一番ムカつくのは、生き方を他人に曲げられることだ。自分の舵は自分の意志で取る。そうでなければ本当の意味で生きているとは言えないからだ。自分の舵。いかにもこの要塞を死守するのがわしの生き様だ。だがそれにはどんな結果も受け入れる覚悟がいる。お前の覚悟が本物かどうか試させてもらうぞ。慌てるな、まだ一本目だ。待て、鍵は扉の奥にある管理室だ。もう一つ、戦艦のある船着き場はどこだ。正面の階段を進んだ先でさ。わかった。手間をかけたわね。単なる適材適所だ。鍵も必要だが、戦艦も潰すぞ。バンエルテア号が迎撃される前にな。だな。管理室か船着き場か、どっちに舵を取る？管理室を探すわよ。うん。アイゼン、なかなかいい喧嘩っぷりだな。お前のキレっぷりほどじゃない。お仲間には剣で戦うやつも多そうだったが、あんたは剣は使わないのか。あいにくだがな。死神の呪いってやつは、俺に関わるものなら何でもちょっかいを出しやがる。鞘から抜いただけで折れたり、敵にとどめを刺そうとした瞬間に刀身が抜けて飛んでいったりもした。命を懸けて戦う時にはあまりにも信用ならん。体一つで戦うのが一番マシだ。あんたほど肝の据わったやつとなら面白い勝負ができたのにな。剣士じゃなくて残念だぜ。剣抜きでも面白い勝負はできるぞ。お前の剣と俺の呪い試してみるか。その時が来たらな。切られても恨みっこなしだぜ。それは俺のセリフだ。さて、ここからが本番だが、攻略の算段は立ってるのか、副長。この要塞に詰めているのはほぼ王国兵だ。タイマシは数えるほどしかいないと見ていい。海に鉄門まで作ったってのに随分手ぬるいな。外界で暴れる族を取り締まるのにタイマシを厚くする必要なんてないってことでしょ。そうだ。人間相手なら王国兵でも役に立つ。指揮官としてタイマシを置けば十分ってわけか。国王の顔こそ立ててはいるが、もはやこの国の実権はアルトリウスが握っているようなものだ。各地の警備防衛は政領主導で行われ、王国兵たちはタイマシの指揮下に置かれている。狙うはタイマシだな。少しは骨のあるやつがいると楽しめるんだがな。
おるのか？俺は斬る専門だ。